どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのクレジットカードたちありますね。はい、今回の動画ではですね、2022年に発行したクレジットカードを解約したカードですね、まとめて紹介ねやっていきたいなと思います。ということで今回の動画ではですね、2022年に発行したカード、またね、解約したカードをですね、まとめてね紹介ねやっていきたいなと思います。いや、ありがたいことにですね、こちらの動画ね、今年はリクエストをねいただきまして、また作ってくださいということで、まあ2022年に関してはですね、そこまでねめちゃくちゃクレジットカード発行したなっていう印象はあんまりないので、枚数としてはねそんなに多くないかななんていうふうに思うんですけども、基本的にね、まあ皆さんご承知の通り、私はねリクマイラーやらせていただいておりますので、まあ基本的にポイントサイトの案件がね中心に発行しているっていうふうになりますんで、まあ2022年ね海外等々も行きましたんで、まあその関係で発行したカードもねあったりするんですけども、まあ基本的にはポイントサイトがメインっていった形になりますんで、まあそれが理由でね発行したわけなんですけども、今回ねまとめて紹介していきたいなっていうふうに思いますのと、またねリストラしたねクレジットカードも一緒にね紹介していきたいなと思います。それではまずですね、こちらのクレジットカードですね。はい、こちらは MUFG プラチナクレジットカードということで、まあこちら何回もね言わせていただいておりますけども、今ねこちらポイントサイトにね案件があります。で、年会費がねプラチナカードということで2万2000円かかるんですよね、このクレジットカードですけども、このクレジットカードはねプライオリティパスがついておりまして、またね家族カードもプライオリティパスね発行することができて、年間何回でもね利用できる、プレステージ会もね発行することができるっていう風になりますんで、家族、まあご夫婦とかでねプライオリティパスね保有されたい方はめちゃくちゃおすすめのねクレジットカードっていう風になります。基本的にこのプライオリティパスがね、あの家族カードに付帯しているっていうのは、まあアメプラぐらいなのかな、まあそれ以外にあんまり聞かないんですよね。このカードは家族カードもプライオリティパスがプレステージ会員でね発行することができますので、まあご夫婦とかでねプライオリティパスで発行して、まあ関西国際空港ね、この前のこちらの動画で行きましたけども、ボテジュとかねご夫婦で6800円分かな、はい、利用することができたりもいたしますんで、またね1年間はポイントサイトの案件利用していただければ、まあ実質ね、まあそれを現金に変えていただければ初年度ね無料でプラス5、6000円か7000円ぐらいね、まあ取れると思いますので、まあ案件についてはですね、あるものに関しては概要欄に載せておきますんで、ぜひね検討していただきたいなと思うんですけども、この前のねボテジューもこれのプライオリティパスで発行して行ってきました。まあ私はねもうポイントサイトの案件でプラス、私が発行した時はねちょっとエラーが出てまして、1万円ちょっとぐらい取れたと思うんですけども、まあそれで、ね、発行した MUFG プラチナカードですね。はい、こちらでねあのプライオリティパスね結構利用させていただきまして、またねあのレストラン特典もねこれ利用することができますんで、かなりね重宝させていただきました。で、次はですねこちら P1 クレジットカードだよなはい、 P1 カードスタンダードですね、失礼いたしました。はい、こちらのクレジットカードはねもう知ってる方はね知る人ぞ知るお得カードということで、請求額からですね 1% 還元引いてくれるクレジットカードなんですよね。で、このクレジットカードはねもう昔からお得系のね発信してる方はね言ってるクレジットカードなんですけど、このクレジットカードねポイントサイトに案件がほとんど出ないんですよね。で、これがねちょっと前に出まして、残念ながらもう今ないんですけども、8000か8500円ぐらいでねチョビリッチだったかな、はい、案件がございまして、まあ、それでね私も利用させていただいた次第なんですけども、それでね発行いたしました。まあ基本的にねあの1年間でね解約いたします。まあこの MUFG プラチナカードも、まあ、2年目以降ね普通に2万2000円 の年会費ねかかりますんで、あの今のところね1年間ね解約する予定でございます。では次ですね、はい、もうそろそろね1年経つんですね。はい、マリオットボンボイプレミアムカードですね。まあ私はプレミアムカード発行させていただきましたけども、マリオットボンボイのね SPG アメックスから中身が変わったこのマリオットボンボイプレミアムカードですね、まあ、こちらもね2022年の2月でしたよね、はい、発行が開始になりました。いや、もうね早いことにもうそろそろ1年経つんですね。去年の今頃とかね噂とか出始めてた頃だと思うんですけども、いや早いもんですね。はい、こちらも発行させていただきました。まあこちらに関してはですね、私は動画内ではですね解約するって言ってたかな、ちょっとねアメプラを発行して去年ね
で、それでね、ちょっとメンバーをね、クレジットカードのメンバー変えようかなとか思ってたんですけども、このマリオットアメックスに関しては、解約はねしないで、いきたいなと思います。では次はこちらです。はい、ANA JCB カードのスーパーフライヤーズカードですね。まあ、私はですね、以前、スーパーフライヤーズはこちらの ANA アメックスゴールド、こちらにねスーパーフライヤーズつけてたわけなんですけども、まあ、こちらね ANA アメックスゴールド解約させていただいて、あの ANA JCB 一般カードのスーパーフライヤーズですね、スーパーフライヤーズカードを付け替えたっていう感じですね。まあ、これが大体ですね、切り替えるのにね1ヶ月ぐらいかかりますんで、まあ、これからねこのスーパーフライヤーズね移行される方はね、まあ、1ヶ月ぐらいかかりますんで、この点はね注意していただきたいなと思うんですけども、まあ、私はね ANA JCB 一般カードにスーパーフライヤーズはね今つけております。来年に関しては今ねこれスマリブを登録して、あの1000円使ってね年会費の割引受けようとしてますんで、まあ、来年以降はですねゴールドカードにしてスマリブを利用して、まあ、でメインカードに利用しないみたいな、まあ、そんな感じで運用していきたいなと思うんですけども、まあ今ね、ANA ビザワイドゴールドカードがね一番おすすめされておりましたけども、まあ、先日ね解約もありましたんで、こちらね私は多分今年は一般で来年はねゴールドで、多分ね行くと思います。でこちらはね、まあ2022年は、ね、発行した感じになります。では次ですね、三井住友カードのビジネスカードですね。こちらは今ねポイントサイトの案件が出ております。はい、めちゃめちゃおすすめさせていただいておりますけども、この前もねあの別の動画でね、あのおまけ動画のハピタスでこちらのカードね紹介させていただきましたけども、今1万9000円ぐらい年会費無料で、でこちらビジネスカードなので、あの使用者カードの発行とカードの発行が必要なんですけども、ビジネスカードでね個人の方発行できないようにね結構思われがちなんですけども、普通にポイ活してる方はねそれで発行することができますんで、年会費無料で1万9000分のポイントを取れますんでね、ぜひ発行検討してみてください。まあ、こちらに関してはですね、もう私はね三井住友カードに関しては普通のナンバーレスの一般カード、それをねあのメインで使っていこうかなっていうふうに思ってますんで、これはねあの1年以内に解約いたします。すいません。で次ですね、先日ね動画にもさせていただきました JAL クラブ A カードですね。まあ、こちらね JGC、まあ、こちらにつけて、ね、運用していこうかななんていうふうに思ってるんですけども、もともとねこの前身の、JAL クラブ A カードを発行して、それで JGC 修行して、で今回ねあの JCC をこれにつけてっていう感じですね。まあ、これはねあの JAL のステータスがね付帯しておりますんで、あの解約することはねないと思うんですけども、こちらね発行させていただきました。でこちらですね、先日ねトイストーリーデザインのねあの紹介させていただきましたけども、私はねミニオンズの、2ヶ月前ぐらいね、あ1ヶ月前か発行いたしました。でトイストーリーデザインの方もね多分突撃すると思うんですけども、こちらねポイントサイトハピタスの案件で、こちらは6000円、私がやった時は6000円だったかな、はい、そのぐらいの案件で利用させていただきました。まあイオンカードはですね、この前の動画でもね紹介させていただいていただきましたけども、今はねあのキャンペーンをやっておりますんで、結構ね強いキャンペーンっていう風になっておりますし、このねイオンカードっていうのはいろんなねカード発行できますんで、またねカード前にキャンペーンあの乗れたりいたしますので、まあ余裕がある方はですね結構何枚も発行していただくのもねいいのかなと思います。まあ、あのツイッター界隈でですね本当に何枚も発行している方がね結構いらっしゃいますね。次にこちらですね、これこそまさにあのポイントサイドの案件ではなく普通に発行した MI カードゴールドプラスですね。こちらは2年前ぐらいまではめちゃくちゃポイントサイトの案件ねあったんですけども、もうコロナ禍になってねほぼなくなりました。で今はねもうないと思うんですよね。でこの MI カードっていうのは三越伊勢丹のクレジットカードっていう風になっておりまして、こちら年会費1万1000円かかるんですけども、今ね初年度年会費無料キャンペーンがやってるんですよね。またねあの既存の方から紹介を受けると4000ポイントねもらえますので、もし発行されたい方は概要欄にね URL 載せておきますんで、まあ、そこからね発行していただければなと思います。このカードはね何がいいかというと、羽田空港のビジネスクラスラウンジがねこのカードを持っているだけで入ることができるんですよね。まあ何回かね動画の中で紹介させていただきましたけども、ティアットラウンジですね、今ねスカイチームの指定ラウンジになってるかと思うんですけども、ここのラウンジはですねとにかく空いているんですよね。まあ、対象カードで入れるんですけども、まあ、その対象カードを持ってる方が少ないっていうのと、まあ、スカイチームのね
運行がおそらく少ないのもあるのかもしれないですけども、まあ、とにかくですねラウンジめちゃくちゃ空いてますんで、もうシャワールームとかね待たないで利用することができますし、まあ、お酒軽食食べ物とかもねありますんで、個人的にはねめちゃめちゃいいラウンジっていう風になっておりますんで、まあ、私のねファーストクラスの動画とかでもね紹介しておりますけども、もしね気になる方はね内容を見ていただければなと思います。初年度年会費無料で、初年度年会費無料キャンペーンですね、はい、一応キャッシュバックになってますんで、発行後ね5万円ぐらい使わなきゃいけないんですけども、まあ、使っていただければ初年度年会費ねかからないですし、まあ紹介キャンペーンのポイントも取れると結構おすすめっていった形になります。でね、このカードはですね、伊勢丹からゴールドカードクーポンっていうのが来るんですよね。それが、4200円分だったと思うんですけども、そのね冊子みたいなのが届きまして、それがもらえるんです。でそれが羽田空港の、第一ターミナルの伊勢丹カフェで利用することができて、それね一気に全部使えるんですよ、4200円分。だからまあカフェでね4200円分食事ができたり、まあビールとかもねありますし、まあ、結構ねおすすめです。私もねこのカード発行して、まあ、クーポンね来て、もうそれもね2年前ぐらいに私利用して、今もう利用できないのかななんていうふうに思ってたんですね。昔ね伊勢丹カフェって名前だったと思うんですけど、今ね名前変わっちゃったんですけども、まあ伊勢丹のくっついてるねカフェなんですけども、第一ターミナルので、そこでね普通に今もね利用することができましたんで、まあ初年度年会費無料で、でティアットラウンジも入れて、でクーポンもそこで使えたりねいたしますんで、かなりねおすすめのクレジットカードっていう風になります。それでは次にこちらですね、ビューカードゴールド、こちらもポイントサイトの案件で発行いたしまして、年会費が1万1000円ぐらいかかると思うんですけども、まあ、私はね2万4000円ぐらいの案件で利用したのかな、2万2000円だったかな、まあそのぐらいで、まあ実質ね、1万1000円から1万円から1万1000円ぐらい取れるポイントサイトの案件でね、発行いたしました。まあこれもね特にね何かが欲しくて利用したわけではなくて、ただ単にねポイントサイトの案件でね利用いたしましたので、まあこれもね1年以内ね解約すると思います。でさっきのねそうこの MI カードに関してはこれもね多分1年間で解約するかな、ちょっとね海外に行く予定次第っていう感じですね。あとミニオンズのこのクレジットカードもキャンペーンが終わったらねおそらく解約するますかね。結構クレジットカードもね私バンバン解約しちゃうんで、このカードはねイオンシネマで常に1100円だったかな、映画館が割引になるんですよね、このミニオンズのカードって。ですんでちょっとそれも今後利用するかしないかちょっと検討していきたいななんていうふうに思うんですけども、そういった形になります。ちょっとね残業してしまって申し訳ないんですが、まあ、最後はねこちらビジネスオーナーズのゴールドカードです。こちらもポイントサイトの案件で発行いたしまして、このカードはですねもともと年会費が5500円かかるナンバーレスのゴールドカードなんですけども、こちらですねなんか私がポイントサイトで案件利用した時は確か2万とか2万2000とか結構高額のね案件が出てたクレジットカードなんですけども、年会費初年度無料キャンペーンが終わってたのにもかかわらず結局発行したらですねなんかデスクに電話して間に合ってない日に申し込んだんですけど、年会費の請求はいつになりますかみたいな感じで聞いたら、まあ滑り込みセーフで平井さん年会費初年度無料でいいですみたいな特別対応をもらったねちょっと不思議なカードなんですけども、まあこちらもですねポイントサイトの案件で、そう初年度年会費無料ね結局利用させていただきましたんで、ポイントサイトの案件がね丸々利用することができたクレジットカードっていう風になります。でこれもですね1年間ね、保有して、まあ、解約するっていう風になりますんで、あとね 2,3 ヶ月でね、解約すると思います。今年発行したクレジットカードはね以上っていう風になります。どうでしょうかね、はい、まあそんなに多くないですよね、枚数にしたら何枚だろう、2,4,6やと今年は10枚ですね、はい、でそう今年ね2枚ぐらいねクレジットカード落ちてます審査。シェルポンタクレジットカード、ここら辺にね画像を出しておきますけど、このカードはね審査落ちました。理由はね全然わかんないですけども、このクレジットカードは審査落ちましたね。あとなんか審査落ちたかな、なんかもう一個ぐらい落ちた気がするんですけども、ダイナースだったかな、はい、ちょっとねそれもポイントサイトの案件だったと思いますけども、それも確かね突撃して見事にね惨敗いたしました。まあそのシェルポンタの方はね本当に全然よくわかんないですね、
落ちたの先月ぐらいなんですけど、その後普通にね、他のクレジットカードで発行できたりしましたんで、ちょっとよくわからないですね、なんで落ちたんだろう。まあたまにあるんですけどね。で今年解約したクレジットカードですね、まずこちらです。はい、まあ、先ほどもお見せしましたけども、 ANA アメックスゴールドスーパーフレーズカードですね。まあ、こちらは、まあ、初年度はキャンペーンを利用するために発行して、2年目はですねもう解約する予定だったんですけども、ポイントで年会費が 1.5 円分去年キャンペーンで払えたんですよね。その動画を作るためにポイントで払って継続したんですよね。で今年、解約してスーパーフライヤーズは ANA JCB カードに付帯させました。まあでもね、券面はね、この ANA アメックスゴールドは本当にめちゃくちゃかっこいいんで、本当にねお金がめちゃくちゃあるんだったらこのカードでスーパーフライヤーズは維持したいですね。はい、でも年会費3万4000円でもね、プライオリティパスがね付帯するようになったんで、ここがね一つねいいなって思うんですけども、このアメックスのねクレジットカードはプライオリティパスね年2回これついたんですけども、やはりねレストラン特典がねアメックスのプライオリティパスは使えないので、まあ、それがねちょっとね懸念事項ですよね。これで使えたらね結構いいんですけどね。はい、ということでこちらね解約いたしました。あとちょっとすいません、私のねこのカードがどっか行っちゃったんですけども、これね妻のカードなんですけども、こちらですねプラチナプリファード、これも、昨年発行して、解約させていただきました。こちらもねポイントサイトの案件で発行いたしまして、 SBI 証券のね投資信託がこのクレカで利用すると、1% じゃなくて 2% が、取れるみたいなね、そういった感じでかなりね案件としては良かったですね。で当時はですね初年度年会費無料キャンペーンをやってたんですよね。今もねポイントサイトの案件はあるんですけども、今はね残念ながら初年度年会費無料じゃないので、まあ、このクレジットカードはね、まあ、おすすめはできないっていう感じですかね。 SBI 証券の投資信託購入とかねパーセンテージが良かったりするんですけども、まあ、年会費ね3万3000円だから結構高いんですよね、普通に発行すると。まあ初年度年会費無料だったからポイントサイトの案件突撃して、まあ、1年経ったんで解約した感じですね。はい、で次にプリペですね。まあプリペはね今年一番いいなと思ったのはやっぱりこれですかね、はい、B43 ですね。はい、まあ、何がいいかっていうと、アメックスからチャージすると満額のポイントがもらえるっていう、まあただそれだけなんですけども、まあでもねアメックスからのチャージでポイント満額が取れるっていうね、やっぱりね大きいですよね。今現在はね取れるっていう風になっておりますんで、まあいつねなくなってしまうかちょっとわからないんですけども、まあアメックスからチャージしてこっちでね利用できれば、新規入会キャンペーンとかね、今 ANA アメックスとかヒルトアメックスとかねやっておりますけども、まあそこら辺のねキャンペーンもこのカードにチャージしてひとまず達成させておけば、まあ、こっちで利用していけばねいいかなっていうところですね。やっぱりねアメックスからチャージでねポイント満額もらえる先っていうのはプリペではねかなり少ないっていうか、他にあるのかな。あ、そうですね、ありがとうバンクカード、これは視聴者の方に教えていただいて、あとあれですね指輪型の決済サービスエブリンも多分満額いけると思うんですけども、本当にねそこら辺だけだと思いますんでね、まあ、そういう意味ではねこのプリペかなりねおすすめっていった形になります。ということで今回ですね2022年に発行したカードと解約したカードね紹介させていただきました。今回の動画はねちょっと役には立たないと思うんですけども、まあちょっとね楽しんでいただければなと思いました。まあ今年はね10枚しか発行してないので、まあそんなでもないですよね。はい、もう本当に全盛期はもっと発行したと思うんで、多分案件がね正直ねあることにはあるんですけど減っては来ていると思うんですよね。まあチャンスが来たらね即ね発行していきたいななんていうふうに思います。先日ね LINE 公式アカウントでね紹介させていただいたんですけども、こちらねおすすめの案件出ておりますので、もしね気になる方はそちらねちょっと YouTube では言えない案件になっておりますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。